えっと、日例ゼロの新生児、妊娠31週から胎児発育不全を指摘されていたと、なんかお母さんのお腹の中にいる時からエコーで発育が悪かったみたいです、で大体38週に体重1890グラムで出生したと、軽いですね、2500とか4000とか普通ですから軽いと思います、で低出生体重時のため NICU に入院したと。 で定期は弱かったと。鳴き声は弱かったが、多呼吸のため保育器内に収容して酸素を投与していた。眼裂狂症、小さな口、小化学などの特徴的願望を認めた。なんか危険なんでしょうか。また、種子の重合と曲拘縮、ユリース状の測定を認めた。測定だが土フまずがユリース状なんでしょうか。全身の緊筋張筋は更新していたと。この漢字に当てはまるのはどれか。 生命予後は良い。発達地帯を来たす。心疾患を合併しにくい。急性白血病を合併しやすい。甲高い鳴き声が特徴的である。答えを確認します、はいえっとえー。答えは B の発達地帯を来たすが正解でした。診断はの18トリソミーのエドワーズ症候群と呼ばれる えー、疾患であの生命用語はすごい悪いそうでほとんどの方が一切にならないうちに亡くなってしまうそうですあと心疾患も合併しやすいって特徴があるとのことでした、はいえー、と18トリソミエドワーズ症候群についてまとめました、えー、と標準小児科学の8番を使ってまとめました、えーとまあ、第18番染色体が1本過剰である状態ですで得意願望 と言われるまああ見があって、まあ、前頭部が平坦で長くてがん顕裂が短いとで小さい口と小化学下,、ね、下の顎が小さいっていう,そういう特徴的な願望がありますあと手指のですね指のこの握り方が特徴的な握り方があって第2、第5子が,が第3、第4章を覆うと人差し指と小指がですね中指と薬指を覆うようなこういう。 入り方をしますあと、ゆりいすの底上の足っていう、まあ、特徴的な足の、まあ、がありまして、こういう,うに足の底がこういうふうに反ってるような、こういう足をしている方が多いみたいです。で出生の5000人から6000人に1人の割合であの発症するそうで、性発達したいよう合併すると、これまあ選択肢の答えでしたけど、あと重篤な新規系を 行うっていう特徴があるそうです。以上です。ありがとうございます。